北条氏の城下町として、また東海道の宿場町として栄えてきた歴史を持つ神奈川県小田原市。アジの干物やかまぼこなど相模湾で獲れた魚を使った加工品が特産として知られていますが、実は梅の生産も盛んです。近年は小田原で生まれた品種十郎梅の栽培と、十郎梅を使って梅と塩だけで作る昔ながらの梅干し作りに力を入れています。大ぶりで滑らかな肉質を特徴とする十郎梅のふるさと小田原で、収穫から漬け込みまでこだわりの梅干し作りの様子をご紹介します。十郎梅の主要産地である曽我の梅林は、小田原市の中心部より北東へおよそ7キロに位置し、 JR 御殿場線を中心とした南北に5キロ、東西に2キロの細長い地域にあります。この地域には標高200メートル前後の低い山並みとなって南北に連なっている丘陵があり、古い地質で土質は砂礫層で形成されています。梅を多く収穫するには排水の良い土壌で、気象的には特に雨量が適切で、冬季に雪や霜などの寒害がないことと言われており、小田原はこの条件にかなっているのです。霊峰富士と箱根連山を背景に、田園風景の中に白い布を敷き詰めたような梅林は絵画を見るような美しさです。曽我梅林から眺める富士山は関東富士見百景に認定されている関東屈指の梅林です。小田原梅の歴史は古く、すでに500年以上前から植えられたと言われており、北条氏の時代、軍用に供するため梅干し作りが奨励され発展していったとも言われています。小田原で梅干し製造が発展した理由は、梅干し作りにはたくさんの塩を必要としますが、幸い小田原地方の海岸は小田原から二宮にかけて塩田が広がり、塩の供給が盛んであったことが挙げられます。小田原の梅干しが名声を博したのは、箱根八里の山越えの旅人が多くなり、小田原宿が発展してからのことです。旅人が箱根を越える時の弁当の腐敗防止用として、また渇きを癒すための必需品として使われました。さらに街道の繁栄につれて、箱根の温泉旅館や小田原の商店でお土産品として売り出すに至って、小田原梅干しとして知られるようになっていきました。1960年、昭和35年、曽我地域に自生していた梅の木を十郎梅と名付けて栽培に取り組み始めました。以来現在に至るまで曽我梅林を中心に栽培されている、いわば小田原生まれ小田原育ちの梅なのです。十郎梅で作った梅干しは、梅と塩以外は何も入れない伝統的な製法で作られています。近年減塩志向を背景に、塩分を減らす代わりに化学調味料などで味付けした梅干し、調味梅干しが増えていますが、小田原の十郎梅は梅と塩だけを使い、土用干しで太陽の恵みを凝縮させる伝統的な梅干し作りにこだわっています。木の上で熟す樹上熟成させた十郎を一つ一つ丁寧に手で揉いでいく、これが美味しい梅干し作りにつながります。収穫した熟して黄色みかかった十郎梅を丁寧に水洗いして水切りをします。十郎は肉質が滑らかで柔らかいため、水につける必要はないのです。塩がなじみやすいよう、乾かないうちに梅と塩を交互に樽に入れ、長年培った経験と技でまんべんなく丁寧に塩を入れ、重しを乗せていきます。およそ3週間で梅漬けが出来上がります。梅雨が明けるといよいよ土用干しです。しっかり漬け込んだ十郎を真夏の太陽の光に当てて
旨味を凝縮していきます。三日三晩の土用干し、太陽の日差しと夜露に当て、梅漬けから梅干しになっていきます。干し上がった梅干しは樽に入れて日の当たらない涼しいところで熟成させていきます。小田原が誇る漬物、十郎梅干しの誕生です。古くから梅との歴史を積み重ねてきた小田原で生まれ育った十郎梅、生産者の確かな経験で大事に育てられ、梅と塩だけの昔ながらの製法を受け継ぎ、伝統に裏打ちされた技で漬け込まれた無添加小田原十郎梅干しをこれからも作り続けていきます。